最後もう一度だけいいですか。はい、最後僕も結構あの意識してるディア寄りのチューブ、あって言ってこう何て言うんですか、こうここの間なんですけど、ここは結構ない人フィジカルも多くて、ここがないと肩がこうハートみたいになっちゃうんですけど、でここをつけると綺麗にこう肩が丸くなるというか、リアルのチューブはフィジークでもかなり大事だと思うんですけど、今回結構力入れてやってるので、そうそう、フェイスプルかサイドレイズを小指側から、本当なんていうんですか、直立した状態で小指側から上げると結構天井に浮いてる肩の部位がどうしても北はあるので、フロントレーズだったら肩のフロントが天井を向いてるので、サイドレーズだとチューブが天井を向いてるので、じゃあこのリア寄りのチューブを天井を向けるには直立した状態で小指側からこうねじってあげるというか、あげるとこのリア寄りのチューブが入るので、こういうサイドレーズです。かなり効くんですけど、ケーブルだ、ケーブルメインが多いですね。よっしゃ、開けます。バックライトローとフェイスプールの中間みたいな。そうです、はい、そんな感じですね。ちょうど角度の肘の上げ方の間って感じですね。ちょうど結構肘をとにかく高く上げて角度をつけるので、そのちょうどそんな対象部位がリアでもなくチューブでもなくって感じの本当に間ですね。このケーブルで引っ張られているこの方向とリア寄りのチューブがしっかり揃うように、まあ、そうです、はい、その通りです。返すときにこうチューブ狙いのアップライトローだとしっかりチューブに入れるけど、ここでもうちょっと後ろの方に入れていくっていうイメージですか。そうです、その通りです。まさに角度ですね、肘とケーブルとリア寄りのチューブ。まあ、審査員の宮島さんと話をしたときに、宮島さんが言ってましたけど、フィジークの方がポーズがボディービルに比べてシンプルじゃないですか、はい、だからやっぱりその体の完成度の差がやっぱり脳に出やすい。あ、そうですね、でやっぱりその分特に上半身の完成度に関してはやっぱりもう今レベルがすごい上がってるんで、
一つでも弱い箇所があると、やっぱそれで落とされちゃうっていう話をしてました。確かにシンプルやからこそ結構その差が出るって言ってましたね。ですよね。ごまかしが効かないですね。そうです。ボディビルダーで何ですか、このシワが出るポーズもないんですよね、フィジークって。あのバックポーズって多分一番映えないと思うんですよ。これがバックダブルバイでしょ。あ、そうです。とか、一番映えるじゃないですか、ボディビルダー。そうですね。シワがめぐめぐになって。フィジークのポーズ、シワ一つがつるりんってしてるんですよ。それに逆に差が出やすいですね。です。見やすい。シンプルなこそ、完成度が求められると思うんですね。肩がやっぱ僕はかなり重要かなと思います。そうです。逆三角形になるよりも、やっぱ肩が。僕も背中が弱いんですけど、肩あって背中もあったらやっぱりより、そうですね、トップ選手と並ぶとやっぱ背中の厚みで差がつくみたいで。以上です、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今回はですね、トップフィジーク選手の伊吹力選手に、B レジェンドジムまでお越しいただいて、肩トレをですね全部ですね見せていただきまして、本当に細かい意識ですとか、こうちょっとした手の角度に至るまで、ただただ動画を見てるだけではわからないような、見よう見まねでは絶対にね習得できないようなところまで教えていただきましたので、こういう細かいところのこう一つ一つの、ね、小さな こだわりの積み重ねで、これだけの、ね、全国トップレベルで戦える体が、まあ、作れるんだということを分かっていただいて、少しでもですね皆さんのトレーニングの参考にしていただければと思います。伊吹選手、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。